クローゼが大人かわいいをお届けします。沖縄市津田屋三里店近く、カムカムしか向かい、大人のためのセレクトショップクローゼ。毎週火曜夜10時は大人の恋愛相談室、マジックラブ代表前田歌子が独身男女の恋愛の悩みにお答えします。毎週土曜婚活パーティーも開催中。パーティー情報はマジックラブで検索してね。76.1 メガヘルツ76.1 メガヘルツ FM 小座、今日も元気に放送中の針は午後3時を回りました。 FM 小座沖の皆さん、こんにちは。3時のあなたさあ歌ってるのはこの方よ。どうしたの？喉がちょっとおかしいね。調子悪い、うん、先週はマイクが悪いねいやあなたのすいません、はい、今日は1週間先週お休みしましたね、はい、サンキューファクトリー申し訳ございませんでした。休んでたの？私休んでた。俺も休んでた。二人して病気こんなのないよな。二人して気管支系でやられてしまいましたけどもね。まあ私は風邪だったんだけど、ガッちゃんはね喘息やっちゃったということで、もともと喘息持ちなんだけどね、はい、大人になってこんなになったのはなかった、初めてでしょ。病院なんかあれじゃない、生活が不摂生なんじゃない、かもしれない。ちょっと太ったからかな太ったまた一時期こうちょっと痩せてきてたじゃない。痩せてたけど太って、酒の飲みすぎで。え酒は飲んでないよ飲んでない、気管支炎だ。酒飲め、食べすぎ、食べすぎ。いやある人がさ、うん、ステーキばっかり肉ばっかりだったら全然太らんよって言ったから太るわけよ。あーでも米食べてたんじゃないの？米もあんまり食べてなかったよ。うーんでもほらただしなんだ、タンパク質のね、お肉だけ食べると痩せるなんてダイエットもありますよね、今ね。うん、なんでかな、相性がいい。あ、相性いいねガッちゃんステーキ何グラム食べれます？1ポンドぐらい。なんで1ポンドって何グラムなの分かんない約大きいってこと。そう、1ポンド。1ポンドってどのぐらいだろうね。380ぐらい。いや分かんない、私はちょっと調べる。私 150g あったらもう十分かな。ポンド、ポンドね、ジェームスポンド。ポンドは3ん3 1ポンド、1ポンド 453g だって300いくらと思ったすごいね、そんな食べれるガッちゃんとね。はい、そのたんこと千葉のその子でお届けしてまいります。サンキューファクトリー、今日2人、まあ、病み上がりだから呼んないきましょうね。でも先週、うん、ね、まあ、先週出てもらったんか、あ、うん、パレットの子供たち。パレットじゃないや、違うよ。さあ、ハッピースマイル、ハッピースマイル、先々週、先々週出てもらったの。違うな、もっと前だよ。先週アッコさんの前だよね。3週前ぐらいだね。そうですね、出てもらった子たち ね、うん、ね、あのハッピースマイルってこう障害を持ってる子どもたちの、はい、放課後活動ってですか、活動なんですよね。そちらをサポートする団体があるんですけども、これがすぐご近所に ね沖縄市すぐあんなところにあるんだって、綺麗な、ね、分からなかったんですけど、ちょっと教えてあげていいんじゃない、ね、すごく分かるんで。場所的には五谷十字路の方にあるんですけどね、五谷ケーキ、五谷ケーキの横に駐車場、コイン駐車場があり、それを越えて2軒目のビル、なんか税理士事務所が入ってるビルかな、ね、それの5階にあるんですけどね。で、前ね、こうゲストに入ってもらって、でミーカがね、そう、今度この子たちの発表会というかパーティーやるから、
あのガッちゃんもその子さんもぜひ来てくださいって招待状もらってさ、ねえ、うん、わざわざね招待状持ってきてくれてね、私もなんか間に合わせようと思ったんですけど後半部分にしか行けなかったんですが、去った土曜日ね、そうなんです、うん、で感動だったな、ね、やっぱりね最初から見たんでしょ、朝最初から見てたね、羨ましい、見たかった、最初は大変だったよ、うん、何が会が始まる前は、うんうん、もうわーってみんなバラバラ自由にね、そう、うん、わーって騒ぐの子もいればもうわーってやってるし、うん、すごいわけよ、うん、でも面白いのが、うん、はい朝礼やりますって言った途端に、はい集まって朝礼やりますみんな集まって、はいって言った時に、うん、パーッと集まってパーッと座ってやるわけよ、あーそうなんだ、やっぱりちゃんとそういうあの一日の流れのちゃんとこう体に入ってるわけです ね、あの、うん、俺が思うにはさ、うん、このはい、スイッチではないんですけど、はい、あ先生が入ってやると入ってやらんと、うん、やっぱり怒られるとか厳しいっていうのが分かるんだはずよ、うん、ちゃんとやってる、この辺はもう今今に別に自由にしてもいいんだよとかさ、うん、メリハリがメリハリきれいにされてるね、うん、それが俺は感動だったな逆に、あそうなんだ、うん、で挨拶もちゃんとさ、うん、各毎日担当がいて、うんうん、ちゃんとあのこの朝の会もやるわけ、あ日直さんみたいな、はい、うーん、でみんな、はい、名前も全部言って、はいって確認も取ってちゃんとやるわけよ、うん、あ綺麗ちゃんとやるんだなと思って、でそれ先生方は一切ノータッチよ、うん、あすごいね、うん、子供たちで、うん、で手挙げないとはいって言ったことならんわけ、あはこれではいって言ってもみんなみたいな、はい、南さんって言ったらはいって言って、あ分かったいますねみたいな感じ、ね、この前出てもらったみのりさんとな、もうあれ、ひがくんでしたっけ、下の名前なんだったっけ、出てこなくなっちゃった、ひがさんね、ひがくん、あれ何だったっけすごいですよ、ね、翔太じゃなくてそんな感じね、まあ、この2人がね出てもらって最初はね喋れないかななんて思ったんだけど、本番中はもうこのノリとツッコミがね、だからね綺麗にできるじゃん、そうこの2人はなんかすごい緊張してたんだけど、 その施設の中でも結構中心的な2人だよっていうのは聞いたんですが、その土曜日 ねやっぱり前にいて、やっぱり前にいた ね必ず2人いましたけどね、この2人、はい、でちょっと声かけたら覚えてるよって言って、ね、もう膝に座ってきたり、ガッちゃんなんてね抱っこされ抱っこずっと抱っこしてましたね、そう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 、体の大きい子ね、あの子は小学校卒業したばっかりだったね、言ってましたね、うん、卒業おめでとうなんてやってましたけども、ね、まあ、そういう子たちもこう集まってね、こう施設でいろんな勉強をして、まあ一般社会でもね、こう私たちが習うようなことも勉強しながらこう、はい、溶け込もうとで頑張ってらっしゃると、でまた一人は就職も決まったなんて ね、 言ってましたね、お祝いもやりましたよ ね、うん、だからそういう施設の人たちっていうのをちょっと改めてねクローズアップして、はい、この社会と施設にねこう密接になってもらいたいななんて思いましたね、本当にいいと思って、あれはもっともっといろんな人見せたいね、ね、私も本当知らなかったから、で私の周りの人にもね、うん、こういう施設があってねって言ったら、うん、そんな障害この特殊学校があるじゃないですか、美咲さんとかその子たちの放課後活動を見てくれる団体があるのは知らなかったっていうのが結構多くて、普通に学童はいっぱいあるじゃない、ね、一般学童は、そうそうそう、なんだけども子たちは一般学童にはちょっと入れないから、そういう意味ではねこのハッピー、そうなんです、ね、ハッピースマイル、ハッピースマイル、はい、私のお昼、ね、ハッピースマイルなんですよ、ね、ですパレットなパレットの皆さん、パレットっていうのはどちらにあるんですか、テリアの方にあるらしいです、もうまたテリアの方にも行ってみようかなと、そこもまた綺麗だそうですよ、ちゃんと施設が、そう施設が広くて、そうね、こう、うん、大きな空間なので、ね、怪我もあんまりしなさそうな ね、でパソコンも常備されてたりとか、畳間みたいなのもあったり、そうなんです、ね、ちょっと仮眠も取れるような感じですね、うん、あそこはすごいいいななんて思いましたけど、いろんな形でね、面白いなと思って、ね、いい勉強になりましたけど ね本当いい勉強になりました、うん、ね、でまたねいろんな機会があったら、でもラジオ出てよかったとか言ってましたよ、うん、そう、あとほら、ま、知らない子が ね出してくださいとか ね挨拶で ねラジオ出してくださいみたいな、ね、言われてちょっと嬉しかったです ねあれね、いいよね、そうそうそう、
やっぱりラジオに、ね、出るっていうことでこうワクワク感を持ってねこう毎日楽しくなるんであれば、うん、この番組をねどう使ってもね、うん、いいなーなんて思ったりしましたけどね。アルコはさ、うん、振り付けも全部自分でやって、うん、へー、このために練習してきた、踊っていいですかって言って、うん、すごいわけまたダンスが、あら見たかったな、へーって、へー、どこで覚えるのかね、振り付け、これ振り付けでも結構なオタクの振り付けだったよ、女の子だったけどいやもうちゃんと綺麗に、でもどこで勉強してるのかな多分あの一番テレビだそうですよ、あテレビよく見てるって、やっぱり視覚効果は大きいのか、完成すごいんだろうなと思ってさ、そうなんだね、はい、まあ、なかなか私もテレビ見ないからね、なんですけどね、僕らもね見ても覚えきれないよね、もうこれジジイババアだから、そうそうそう自分で言っちゃったよ、はい、すいません、まあそんな感じで今日もねサンキューファクトリー2人なので、はい、お真面目にお届けしていきたいな、そうなんです、2人の時はお真面目っていうようなテーマでやって、ね、これも不思議ですね、私たち旗から見るとチャランポランと思われがちですが、そうなんです、2人でいるとね、はい、でも意外と真面目なんですけどね、はい、打ち合わせとか超真面目にやってますからね、そうねご飯食べられない、ありえないよね、ありえないですけどね、はい、はい、そんな感じで今日もサンキューファクトリー真面目にいきますから皆さんお付き合いください。さあ早速本日のオープニングナンバー、はい、ちょっとしっとりめでいきましょう、ね、久保田利伸の懐かしい君に会いたい、今 YouTube で流れてるわけさ、この番組、で CM も入れられるようになったわけ、だからサンキューとかヒカルとかも YouTube で CM 流れる、あれもなった、チャララララ、可愛がってくるのも、
あとクローゼさん、エケビファンさん、こんにちは。メガミさんも、トルコさん、こんにちは。ヤッホーイ、ヤッホーイ。今日何の話しましょうか。お題を出しましょうか。あなたが憧れる芸能人だって、なんかない、お題。お題、うん、お題はない、なんかない。最近気になったお店。ああ、こんなの欲しいな。ねえ、最近気になったお店。たくちゃんもう引っ越したん。分からん。あれもこんな時期はよ、みんな忙しいから。体壊してるこんな風に弱いからね今日じゃあ気になるお店、うん、皆さんが気になるお店、ね、沖縄でじゃなくてもいいです。めぐみさんと AKB ファンさんくださいな。気になるお店ね、うん、なんか食べたいやつだ。あー、食べたいやつ。ここ食べたいやつ、うん。サンキューファクトリーのなんちゃってラジオアットコザ。この番組はコザでイベント増やしたいサンキューファクトリーの提供でお送りします。イベントしてみたい、アイディアはあるけどどうしていいかわからない。サンキューファクトリーはそんなあなたを大募集。あなたの熱い思いを形にします。989-3901、 まずはお気軽にお問い合わせください。サンキューファクトリー。329沿い千葉な十字路近く、カフェヒカル。おばあちゃんの畑から採れた無農薬新鮮野菜を使った絶品メニュー。木曜日限定海鮮ちらし寿司御膳も大人気。美味しいのに安い本格料理が楽しめます。カフェヒカル。から直接買い付けした洋服、アクセサリー、バッグ、靴などが豊富なセレクトショップ。いつまでも若くキュートでいたいあなた、クローゼが大人かわいいをお届けします。沖縄市蔦屋三里店近く、カムカムしか向かい、大人のためのセレクトショップ、クローゼ。イベントをしてみたいあなた、アイディアはあるけどどうしていいかわからない。サンキューファクトリーはそんなあなたを大募集。あなたの熱い思いを形にします。 989-3901、 まずはお気軽にお問い合わせください。サンキューファクトリー。329沿い千葉な十字路近く、カフェヒカル。おばあちゃんの畑から採れた無農薬新鮮野菜を使った絶品メニュー。木曜日限定海鮮ちらし寿司御膳も大人気。美味しいのに安い本格料理が楽しめます。カフェヒカル。国体道路沿い、琉球居酒屋サトウキビ。一人でも来店しやすい落ち着いた店内、バーのような雰囲気、リラックスしながら絶品料理が楽しめます。サイコロステーキも一押し。 936-9838 琉球居酒屋サトウキビ。お送りしておりますサンキューファクトリーのなんちゃってラジオアットゴザ。ウィーって言ってたね今の。なんだよこれ、エアに乗ってたのかな。なんかハーモニカみたいな音でしたね。ハーモニカみたいな音だったな。びっくりしましたけども ね、私たち2人だけなのかな。まあいいとして、はい、さあ今日のサンキューファクトリーなんちゃってラジオアットゴザ、はい、あのちょっとテーマをね、お題を出して皆さんとちょっとお話したいなーなんて思いますけど、うん、今日はですね、うん、あなたの気になっているお店さんを紹介してください、うんうん。ね、あの別に沖縄県内にとどまらず、まあ、うちツイキャスという、ね、あのうん、リスナー獲得ツールがありますので、はあ、そこで獲得されたのが女神さんと AKB ファンさん、うん、そしてアッキーも入ってきましたけど ね、アッキー久しぶりでしょう。だからよ、あのね、アッキー仕事変えたんですよ。嘘。会社を。それで、前までとはちょっと勤務体制が変わってきてるんで、なかなかこう参加できないとかってね。アッキーさん、うん、アッキーは、うん、コンビニの店長してほしかったわけなんでこれプロファイリングですか。ちゃんと店長でちゃんと給料も25万上げて、うん、させようと思ってたんだけど。あ、スカウトすればよかったのに。やろうかな今から
でも彼はあれですよ、まあ、なんだっけ、このオタク、オタクな方が好きですからね、秋は。この誰か店長とか副店長とかってこの番組から探そうかな。え、募集要項行って求めるんですか。そう、人を求めるんですね。そう空いてますけど、空いてますけどってニヤって笑ってきましたね。 BC スポーツね、今日皆さんが気になるお店さんをちょっと紹介していただきたいなと思うんですが、ね、私もう何度も言ってるんだけど、私先行くね。読谷に美味しいケーキ屋できたって言ったじゃないですか、ジョワジョワ326というお店さん、はい、ここはやばいですよ、ね、もう今県内で私の中で一番ですね、でケーキ屋さん食べた。まだ食べてないけど。まだ食べてないの？だってさ、そうか、持ってこないの。私ここに朝からやるから買いに行けないもん。配達させる。配達、はあ、本当にね、素材にこだわってて、うん、お砂糖とか小麦粉とか、卵すべてすごいこだわって九州産を使ってるなんて聞いたんですけどね、うん、お上品な甘さ、こう歯が浮くような甘さじゃなくって、だから本当の甘いものが好きな人は多分物足りないかもしれない。私はちょうどいいこの大人な甘さな感じのケーキ で生クリームとかって私苦手なんですけど、うん、食べれるんですよ、あっさりしてるんで、うん、だからそのなんか一個一個にこだわってる感じがこう綺麗にまとまってて、すごい大ヒットですね今ね。一個だいたいね、じゃあそこで、うん、トマトでパン、うん、なんかトマトを使った商品を一品、トマトケーキ、トマトゼリーとか、ね、なんか、ね、トマトムース、なんだろうね、あと何があるんだろうね、トマトパウンドケーキ。でも一番その子が作ってきた、うん、あれはパン屋さんがいいな。あー、ベーグルじゃなくて、違う、唐辛子パン。あれこの時期ぐらい食べたくなるよ。あー、夏場ね、これからの季節ね。う、うん、あれまだ頭にあるよ、イメージ。あ、本当、それだけインパクトあったんだ。よかった。また近いうち作って持ってきますね。あれはもう二度と食べれんな。な、食べない、食べれんな、二度と。なんで？いや、あの味出せんよ。嘘だから、間違ったんでしょ、辛いこの辛さが、うん、3倍。ああ、だ、ちゃんとディスプレイあるんだ。はい、グラム数ちゃんと測って3倍です。あれ2倍ぐらいがいいんだよな。あ、じゃあちょっと弱めでね、はい。あの時ほら、唐揚げ大吉さん、はい、ゲストに入ってもらって、ね、ちょっとコラボしましょうよと、ね、やったんですが、今打ち合わせ中ですよ。あ、いいですね。こうやってね、商品ができていきますからね。ちょこちょこと大吉さんに行って試作品を今作ってるよっていうので、ね、でそれはもうこう定番メニューにするんじゃなくて、はい、Facebook を見てる方で、金城さん、唐揚げ大吉の金城さんと私は Facebook で知り合ったっていうのもあるので、はいね、その Facebook つながりで、はあ、告知をし て, で, して、うん、で買いに来た人がついでに唐揚げまで買ってきてくれればいいねっていう、ね、そういう呼び寄せ商品にしようかって。あ、面白い。もうその日限り、いつ販売されるかもわからない。わからないとかね。Facebook 見て、あ、売ってんだ、その子パンと、ね、唐揚げ大吉みたいなね。最近タムクジパンパンも食べてないな。だって作らないから。そう。こんなもんでしょ。いつあるかこうみんな思ってるんですよ。もうガッチャ一回しか食べてない私。食べ？うん。あら、美味しいけどね。一回しか食べてない。餅は？餅？うん。何の餅？さ、何の餅？3種類作ったわけよ。ガッチャンから餅という商品をいただいたことはないですけど。え？ないですけど。餅がまたいいんだよ、これが。え、何餅？私餅大好きなんだけど。餅が、うん、もう何したっても柔らかいわけよ。え、何、味は？味もピカイチ。何味なの？これ来週持ってこようか。うん、あ、シミの時に持ってきて。シミ、来月か。もう来月の来週からあたりですよね。ね、あ、来週からシミ始まるね。そうそうそう。ね、あ、ちょうどいいかもしれないですね。シミのね、うん、気分を味わう意味で餅を食べながらの番組。俺、昔さ、うん、家族でも、うん、弟が、俺よく料理、チキン、え、俺がよ、うん、
俺が開発したチキンの煮込みの料理があって、はい、でこれ間違って作ったわけさ、うん、お母がさ、うん、お母がこんなして作るんだよ、作ってまず勉強したらいいさって分かったほうからやっとくよって、うんうんうん、やってみたら、うん、失敗したわけ。全然違うやつ入れたわけさ。そしてこれが美味しかった。美味しくて、うん、弟もみんなこの時さ親戚あのお母さんはあの親戚で民謡とか行きよったわけよ、うん、でまたはちっちゃいさ、うん、中学ぐらいだから、うん、みんな いとことか集まってもう割ったやつどんちゃんどんちゃん騒いでたんだ、うん、作ってみんな美味しいってわけや、うん、これがよなんかチキンアラキンっていう本当のメニューはチキンアラキンってあるわけさね、うん、アメリカさんなんかがよく昔食べてたっていう有名な料理なんですけど、うん、このチキンアラキンを間違ってからさ、うん、作ったのがこれが評判で弟がさ、うん、作らないとかこのお前の誕生日にしか作らんよって本当に誕生日の時にしか作らんかったわけ、うん、時間もかかるから、うん、めんどくさいから、うん、これが未だに弟も大人気大人気親戚中人気あそうなんだ作らない作らないとちょっと食べてみたいなそれもなんかいいな、うん、なんかほら失敗と思いきやうまくいったってなんかさヒット商品って俺は失敗ってわからなかったんだよ作って終わっても食べても美味しかったねで終わったんだけど、うん、お母帰ってきて、うん、違ってたわけさねああっていうのを知ったわけでもこれが、うん、また良かったのこれがあそうなんだなんかでもほらよくさ失敗から生まれた名品みたいな感じもあるじゃない、うんそういうのじゃない？そう、そういうのさ違うのかな、うん、ガッチャンちはちょっとたまに面白いものを新しく生みそうな、うん、そんな感じがありますからねそうあーそっか、はい、昨日え？おとつい？おとついもまたケーキ、うん、あのスープカレー作るって言って、うん、失敗してよまた、うん、もう野菜は絶対圧力鍋に入れたらもう全部バラバラになるさうん、なる天望さんうまくいったの慌てたらよ、うん、入れてしまうけどなんで入れたわけってねなんか適当になっちゃってんだよねそう、うんうんうん、もう他のこと考えてるから、うん、また入れちゃったやつだと思って、うん、結局また買いに行く羽目になるわけ、まあ、でも、うん、このスープ自体は美味しくなるわけさ、うん、もう野菜から出汁が出てうわ分かるわ俺はこんなもんじゃないわけ、うん2回スーパー行きたくないわけさねだって玉ねぎもダメになるしピーマンも全部もうぐしゃぐしゃやつでしょ、うんうんうん、でこれが出汁としてはいいんだけどさ、うん、あもう最悪だけどでももう行かんといけないからまた行くのねでもこれで結局美味しかったわけわかる、うん、分かる時間かけこういうこんなのさそうだよねだって冬のあらから、うん圧力鍋使うわけでしょうんそうだねだってすぐ15分で終わるさうん終わる15分以上は待ってないからよ作るの、ま、圧力鍋だから4つあるんだよあそうなの、うん、すごいね大中小うんあるわけよ私1個しかないよあうんだって圧力鍋2つ使うときもある、わおすごいねこだわってますのチキンがダメな人もいるし、うん、三枚肉がいいっていう人もいるしよ、うん、もうなんか親父わがままだから親父がわがままだからあでもいいよわがままな方がいいかもよある程度はそう、うん、素直に全部うんうんって言ったらさ本物が見つけきれなくなっちゃう時ありますからねして何を失敗で入れたのって聞かんわけ、うん、聞かないよ何聞いてほしかったろそれを俺はずっと何を入れたのさそれはバナナあバナナ小さらしたバナナええー、美味しいんだよあそうだってこれ料理の達人からのものだよバナナそうバナナを2週間ぐらい真っ黒くもう傷むぐらい真っ黒くしないと美味しくないわけああ私が嫌いなタイプだいやでもこれカレーにしてもうまいんだよええー、あでも料理の映像とかにもよく出てくるよ、うん、これ、うん、なんかさリンゴとかさとフルーツ入れるとバナナとリンゴこのバナナは絶対に寝かさんとダメこれ料理人がそう、うん今分かる人は、うん、
あ、ガッチャンすごいって言ってるよ。あ、本当、うん、腐る手前もう真っ黒黒でしょ。真っ黒、真っ黒黒2週間ぐらい。ま、私バナナはさ熟してるやつ食べれないんだよね。冷蔵庫に、だって分からんよ。そしたらコクが出るわけよ。あ、そうなの。すごい出るよコクが。もうこれ一流、これしかないよバナナ。これ料理の達人がもう言う。あ、そうなんだ。ナナ、うん、うん、もっとコクで美味しくしたいって言ったら、あ、じゃあちょっと本当だよこれ嘘じゃないんだよ本当誰か助けて本当番組でもどんどんやるよ本当。そう、先週も番組で何かでやってたよ。うーん、まかないの中カレーで、うん、バナナ美味しくないよっつってやったら、やっぱりバナナ、うん、1本2本2本も入れるの。俺は2本、そしてすごいコクが出るよ。あ、そう、うん、じゃやばいこれやばい。頑張ってみ。リンゴは入れなくていいのじゃん。リンゴも入れる。俺はリンゴも入れる。リンゴとバナナを入れる。そうで、これ10皿分ぐらいカレー、あの大きいルー、うん、1個そのまま使う感じ。うはあ、皆さんもちょっとやってみてください。いや、バナナを。これ分かる。もう今世間の人は分かる。あ、本当。分かると思うよ。でもやらないよ。よ、分かっててもやらないよ。うん、知らなかったって来てる。私知らなかった。私は知らなかった。あ、うん、ほとんどやらんよ。あ、そうなんだ。なんかね、ほら、あなたが気になる美味しいお店、うん、ってちょっと投げたら、女神さんが、うんうん、最近納豆大福ってところの店を見つけましたって。納豆大福、どんな味するのか気になりますねって。面白いね。聞いた話だとちゃんと糸を引くみたいですって。どういうことなんだろう。中に納豆が入って、違うな、豆大福の要領かな。餅に納豆が混ざってる。いや、餅に納豆入れたらダメでしょ。え、じゃあどういう感じなんだろう。中に入ってるんじゃないの。中に納豆がゴロッと。分かんないな。でもさ、ね、こう糸引くっていうぐらいだから、糸引くっていうぐらい、中に入れてば糸引くさ。あ、でもちょっと納豆好きは食べたいですねそれね。うん、昨日も晩ご飯納豆だった。俺もいつも納豆は納豆美味しいよね、うん、大体朝食べるけどさ。ああ、朝食べる、夜も食べる。私朝か夜どっちかだね。なんか昔はさ、沖縄本当は夜がいいってよね。夜いいって言いますよね、うん、昔ほら沖縄で納豆が出始めの頃って銘柄がなくて、うん、あんまりにもなかったな。納豆ちゃんとか ね、沖縄のちょっとそんな感じだった。あれだったんですけど、美味しくなくて。美味しくなかったな。でも最近はね、銘柄どんどん増えてきましたからね。美味しいやつが入ってきてるから ね、うん、ね、もう納豆専門店なんてあったらいいのにね。ああ、ないね。ね、うん、ないね。ないな。ご飯とさ、お味噌汁と、ね、うん、お漬物と焼き鮭と、こだわりが納豆。納豆がメイン。納豆食べ比べとかね。ああ、いろんなのでね。納豆食べ比べなんていいですね。昆布だしでいくかとかね、かつおだしでいくかとか、ケチャップでやるかとか、うわ、マヨネーズでとか、コーラでやってみるとか。コーラと納豆は合わないんじゃない。だからそんなのやってみたいよね。うん、やってみたいね。面白いかもね。あ、でも前にさ、うん、構造と、うん、西向かい、そう、あ、曲調と曲と、あ、嫌なわらば、あ、違うな、これは旅ん中が番組やってる時だったかな、うん、まあ、いろんなことやってよ。やってそう。そう、蕎麦をずっと食べられたんだっけ。出たら、蕎麦、蕎麦、旅そば、旅、え、そばの番、1年ぐらいやってたよ、うん、やってたんでしょ。半年ぐらい納豆番組やったらだからよ。でも県外行かないとダメになっちゃうね、絶対ね。あとさ、うん、そばも食べ歩き疲れてくるよ。あ、多分疲れると思う。胃もたれしそう。でも、うん、面白いのがさ、うん、構造と笑ったのがさ、うん、85ぐらいのおばあがやってる、うん、飲んで350円でおそばがあって、那覇、那覇にあるわけ、港のところにあってさ、うん、もう今あるかな、まあ、これもう8年ぐらい前になったけど、うん、7、8年前かな、うん、そしたらこのおばが、これ怖いさ、でも入らんといけんから、うん、いらっしゃいませっておばが出てきたわけ。カウンター座ってやばいだろこれ。おば一人でやってんの。おば一人でいらっしゃいませって80なんかやるわけ。もう店も怖いよ、うん、誰も入らんだろうなっていうのがあって、うん、
お家みたいなところで出てくるわけよ、うん、でもいらっしゃいませ350円なんで安っちょっと待ってよって言って冷蔵庫開けてからうん今日は3つしかないけど大丈夫って言ってるパーティー4名いてからあいいよ番組だからお前宣伝するからさってうん宣伝宣伝するわけとか言ってよいや分かってよあれで美味しかったのいやもうノーコメントでもうこの辺はっていうのもあるわけさあ美味しくないではないけどでもさああいうメディアの効果ってすごいよねメディアで紹介されたお店って、うん一気にブレイクするじゃない、うん、あれも怖いねいいところ美味しいところ美味しかったしさ、うん、もういろんなのがあってこれよ、うん、ラジオで伝えるっていうのが難しい、うん、あ難しいと思うだから、うん、言葉でやらんときゃさそうそうそうあれ熱いさね、うん、熱いからよそれもすすってね音もじゃあちょっと飲んでみますあちょっとってやったら、うん、あこれはさっぱり、うんね、何々味のさっぱりとかって言ってさ、うんうん、やらんといけんこのすごいわけよあ食レポは難しいね難しいうん、よくやるなと思ってあ大きなんだからできるんだろうなと思ってさ定芸っていうのがあるから、うん、定芸まあいいんじゃないぐらいの、うん、あるさ大きなはそうだねう女神さんが、うん、あと納豆カレーも美味しいよねって私やりますね納豆カレーやるね俺もよくやるなもうそのままぶっかけますねこれは定番だから美味しいよね美味しい好きです私も女神さん趣味合いますな納豆チーズキムチトーストも好きですトーストにね納豆とキムチを乗っけて、うん、混ぜたやつをねガーってやったのを乗っけて、ね、上からチーズ乗せて焼くとうまうまいよねうま確かにうまい、うん、やっちゃいますね、はい、黒部さんも入ってきましたこんにちはということですね、はい、でもね最近気になるお店、うん、ガッチャンあります？俺？うん俺は最近気になるお店は、うん、最近ふとないんだよないの？ないわけよあらもう新しいとこ開拓してないの？やってないラーメン屋さんとかはもうラーメン屋も飽きてさうんそうなの？最近私ちょっと気になったのがこの前ほら土曜日一緒に午前中は行ったじゃないですか、うん、でその後元部に私行くって行ってその流れでね、うんなんか餃子屋さんがあったの元部の方に餃子うんあ看板だけが出てるこっから入って餃子専門店みたいな、うん、名前もちょっと止められなかったんだけども、はい、そういう専門店とかっていう看板を見ると気になっちゃう、うん、あ俺もあ気になるのあるさ、うん、俺もあの木梅そばとかああはいはいはい昔ながらのねそううん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 入れてね、うんそうそうそうねやりますよ ね, ね、うん、そんなのが名護にあったりとかああいいねでも名護とかうちの母が昔やっぱりおそばこの木灰使ってこねたのを覚えてるって言って一度やったことはあるんですよこの木灰の上澄み乾水使ってやったんだけどあれが健康にいいんだよね何が違うかよく分からなかった何が違うんだろう香り味？香り？味？あれ？何が違うんだろう？ねえ、なんか私はちょっと味音痴だったかもしれない、その時がね、まだ若かったから麺が美味しくなるんじゃない？なるのかな？締まったりするのかしらね。ちょっとよくわかんないですけど、ね、木灰そばって最近はなんかチャタンとかでも見ますよね、ねあちこちもあったり、うんあ、じゃあガッちゃんはやっぱお蕎麦が好きなんだねなんだかんだ言うのラーメンよりはお蕎麦の方だねたださ、うん、酒飲むと、うん、締めだったらどっち取るのって言ったら俺はやっぱりまたラーメン行くわけよこれがいいよ、そうだね、ラーメンですね、うん、でも読谷では結構有名なお蕎麦屋さんスナックなんだけど、ね、美味しいお蕎麦を出すっていうとこがあって飲んだ後の締めみんなそこに行くっていうのが蕎麦屋さんにスナックなんだけど、はあ、そこのお蕎麦がすっごい美味しいって言って、はい、私も2回ぐらいそのスナックで蕎麦カーって飲んだ後にいただいたんですが食べきれないお蕎麦は重い重い、うん、ラーメンは意外と麺が細いからかな いけるんですけど ね, ねうんあ黒部さんが2日後に遊びに行きますって、はい、沖縄に来るってこと？あ
ら、じゃあ FM 講座にも来てくれるんだね、はい、楽しみですね、うん、楽しみ。え、あとはファンキーキャットさんだって。んファンキージャスミンって、 FM 講座グッドアフタヌーンって、ああ英語だ英語だみたいな、まあ、気になるお店あればまた皆さんからもメッセージください。それでは一旦コマーシャルです。イベントをしてみたいあなた、アイディアはあるけどどうしていいかわからない、サンキューファクトリーはそんなあなたを大募集。あなたの熱い思いを形にします。 989-3901、 まずはお気軽にお問い合わせください。サンキューファクトリー。329沿い千葉な十字路近くカフェヒカル、おばあちゃんの畑から採れた無農薬新鮮野菜を使った絶品メニュー、木曜日限定海鮮ちらし寿司御膳も大人気。美味しいのに安い本格料理が楽しめます。カフェヒカル。国体道路沿い琉球居酒屋サトウキビ、一人でも来店しやすい落ち着いた店内、バーのような雰囲気、リラックスしながら絶品料理が楽しめます。サイコロステーキも一押し。 936-9838 琉球居酒屋サトウキビ。イベントしてみたい、アイディアはあるけどどうしていいかわからない、サンキューファクトリーはそんなあなたを大募集。あなたの熱い思いを形にします。 989-3901、 まずはお気軽にお問い合わせください。サンキューファクトリー。329沿い千葉な十字路近くカフェヒカル、おばあちゃんの畑から採れた無農薬新鮮野菜を使った絶品メニュー、木曜日限定海鮮ちらし寿司御膳も大人気。美味しいのに安い本格料理が楽しめます。カフェヒカル。うるま市石川の川平鉄工は地域の安全を支える縁の下の力持ち。建築工事、鉄筋加工など鉄骨業のことなら川平鉄工へご相談ください。お問い合わせは 098-927-9297。 川平鉄工から今日も一日安全に。悪くはなってないからね何も悪くはなってない。そうさあお送りしております、はい、サンキューファクトリーなんちゃってラジオアット講座でございますけども、ね、ツイキャスの方で黒部さん、黒部さんね、沖縄に来るということで、ね、楽しみにしててねって、わーい、ねえ、すごいね。どこから来るんだろう。黒部さんってどこでしたっけ、もともと。当てよ当てよ当てる。黒部さんの出身は、これは、黒部さんは京都、うん、京都。私は関東圏だなと思ったんだけどな。関東だろうな横浜、あれ変だな、横浜、東京、いや東京じゃねえなじゃねえな、千葉、千葉、あれ変、うん、違う、いや、どこでもいいんだけどね。黒部さんどっから来るんだろう ね、 妄想、勝手に妄想しましたけどもね。黒部さんは秋田、ちょっと寒いところから寒いからもう嫌いこう。そうそう、黒部さんね、10ヶ月ぶりってことは結構頻繁にいらっしゃってるんでしょう ね、うん、楽しみです。会えるの待ってます、うん、ありがとうございます。さあね、気になるお店、うん、あなたの気になるお店、どん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 いろいろね新しいのが出てくるから、あの私ほら地元読谷村は、はい、最近ね本当に新店舗が続々ですよ。読谷は、うん、すごいね読谷はね。なんかね、うちの本当に近所にも最近何のお店かわかんないんだけど外観ができてきてるのよ。あ、看板などがあり、はい、ワインとかのこうちょっとおしゃれな絵 絵があるっていうことは食べ物ですね。そうだからカフェなのか、うん、それとも夜用のねこう飲み屋なのかっていうのを今子供たちと、うん、どっちなんだろうねっつって、ね、でも歩いていける距離だからいいなみたいな話もちらほら出てますけど ね。あとはもう読谷は石窯ピザが3店舗ぐらい増えてますね。こう、うん、最初に起こしたところがハッピークルーズカフェさんっていうとこがあって、本当ガッチャン連れてきたいぐらいなんだけど景色が良くて行きたいんですけど、あそこがやっぱり石窯の長浜にある。そうそうそう、長浜の上長浜ってあの外人住宅がいっぱいあるあの辺りなんですけど、あのお店にも石窯があり、で移動
販売もやるんですけど、それも石窯が載ってるんですよ。誰か石窯買う人いないかな。なんかあるの？石窯だけある。石の重たいよ。あ、そう、重いのね、あれ、うん、石窯どれぐらい、1メーター80のうわ60、70センチぐらいの石窯。ああ、そうなんだ。それで焼くピザってうまくて、それせ、うん、ね。でこのハッピークルーズカフェさんはそのデリバリー1何キロで500円とか取って、そこで焼きたてを作ってくれるんですよ。あの焼いたのを配達するんじゃなくて、行って焼いてくれる。だからパーティーとかにさ、あの呼ぶといいっていうの で、 で以前ちょっと私の友人が会社 の、 なんかあの忘年会で呼んだら大好評だったっつって、でそこがこうちょっと火がついて、他の店舗でもちょっと石窯のねピザをやりたいからっていうノウハウをこのお店から教えてもらって、こう今2店舗ぐらい読谷増えてるんですよ。美味しいの。誰か俺と、うん、あの何タコス屋さんやる人いないかな。タコス屋さん生地を焼ける人、それこだわってるもんね。募集したいわけよ。お金あげてもいいけどね。本当に私タコスの皮はちょっと分かんないな。タコスの皮よ、うん、こだわって2年ぐらい。どんな感じを求めるの？ん、どんな感じの硬いやつ、パリパリっとして割れないやつ、とりあえずは割れない、割れないんだけど、うん、パリパリしてるやつ。難しいねそれ。でもあるわけよ、うん、どこに？グシカにもあるしさ、うん、そっから盗んだら作り方盗むのだ、だから盗む泥棒ができないわけよ。盗んじゃったらいいかなと思うんだけど、うん、真面目だからね。そう、なんかあの女神さんが出来たてピザっていいねってね、うん、あ、黒部さん関東横浜だそうです。私が当たった、すごい。横浜か、今日テレビでやってたね、あの最近ほら北陸新幹線が、はい、まあ、開通したということで、ね、うん、あの北陸が今暑いよなんて言ったんだけど、逆にストロー現象って言って、東京に地方の人たちがまた、うん、吸い上げられるんじゃないかっていう不安もあるっていう話もねちらほら出たんですが、ね、やっぱり若い人たちがみんな首都圏に流れていっちゃうというのでね、でもあのやっぱり今まで石川県の人って大阪にあの買い物行ったりとか観光行ったりっていうのが多かったらしいんですが、これが今やっぱり東京流れてるって言って、その上位3位に入ったのがやっぱり横浜だったんですよ。で1位何だったか分かります？東京にもし行きたいとしたら1位、うん、分かんないな。東京ディズニーリゾートです。やっぱりディズニーランドでしたね、うん、そこに行きたいっていうのがダントツでしたね。で、うん、実際にやっぱりこの、 あのディズニーランドの駅の方で東北から石川から来た人いますかってこうプラカード持ったら1時間で 2,30 人集まってましたよ。うん、あ、やっぱりすごいね。そうだから、その交通の便が良くなるっていうのはみんなねやっぱ行っちゃうんだなって。 ね、そう、沖縄もどうにかなんねえかな、ガチャン。ジェット飛ばせ、ジェット機どんどん飛ばせ。ジェット機もうほら LCC とかもさ、ねえ、なくなっちゃったりとかいろいろ問題あって、ね、沖縄もやっぱ島国って得なのか損なのか ね、問題ではありますけども、でも今年はちょっと東京あたり行きたいななんて思ってますけど ね、うん、花粉今も大変だよ。あ、そう、今花粉大変みたいですね。はい、うんうんうん、先週東京からね、うん、お客さん来てたんですけど、もう花粉やべえなと思って。あー、大変だと思う。もう花粉に悩まされてたな。うーん、だよ ね、私の友人もなんか本当つらそう、もうつらたんつらたんって言ってましたけどね。花粉沖縄まで届いてこいよ。やだよ、私だって花粉症だもん。花粉やばいよ、ね、もう沖縄来てさ、こんなになんか開放感のあるものっていいなって。そう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 、もういつも3月4月ゴールデンウィークの手前ぐらいまでねぐじゅ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 してましたからね、はい、沖縄はパラダイスですね。そうなんです沖縄いいよね。うん、まあでも沖縄でもアレルギーを、うん、持ってる方はまあいらっしゃいますけど ね、はい、女神さんはピザの話でしょうね、自分はもっちもちがいいですねって、うん、私ももっちもちがいいですね、あのナポリ風の生地が好きです ね、アメリカンピザよりは。むちむちの感じ ね、はい、ファンキーキャットさんも I love pizza。
ピッツァということですね。黒部さんすごいですね、目がかゆいですって。ああつらたんつらたん確かにしょうがないよ、でもこれもうお付き合いですから ねもうあのなっちゃったものはしょうがないですからね。う、うん、付き合って前向きに。そう、あの今もお薬も結構さ良くなってますからね、うん、あの数も増えてるし処方箋も、ね、やっぱり出やすくなってるなんていうの聞きますからね、はい、うん、頑張ってください。はい、まあ、そんな感じで今日も1時間のんびりとお届けしてきましたけども、もう1時間になるんだ、ね、3月今日で最後ですよ、はい、ガッちゃん。そうなんだ、ガッちゃんとか年度末とかなんかあんの？それは特にない？決算とかあるよ。ない？あるよ。ある？忙しいの、うん、じゃあ。いや、もう終わった。終わった終わった、早いね。ちょっと追加するのが。あ、そうなんだ。うーん、そっかそっか、うん、まあまた4月から新年度を迎える皆さんね、いらっしゃると思いますが、はい、人事異動とかね、なんだかんだで今本当なんです、ね、本当にだから歓送迎会がこれからの季節。うちの娘今日、東京行きよった。え、あの、なんで？いや、黒猫大和の、あ、就職の、うん、で入社式が東京であるって言って。あ、そうなんだ。なんかその帰りだったんですよ今日。え、送って帰りで。あ、何泊ぐらいするの？明日帰ってくるって言ってたよ。一泊だけ？そう。で、すぐお仕事なのかしら。いや、帰ってきてまた研修でしょ、うん、あ、研修がまた忙しいと思うよ。そうなのね、うん、まあ、この時期じゃ本当に新しい新生活を迎える方々にとっては、はい、ちょっと気持ち落ち着かない時期になるんでしょうね。そうなんですよね、うん、あ、車も買った？まだ面白いんだよな。ね、俺車買ってあげるからさ、うん、つって、うんうん、いや、これこんなの嫌とか言ったから、じゃあ買わないって言って終わった。あら、え、じゃあどうすんの？分かんない。通勤の手段はバス？いや、なんでもいいんじゃない。俺は買ってあげようってね。まあ安くてもいいわけよ、ありがたみが。まあまず乗れればいいんじゃないって、ありがたみをさ、それでも、うん、あのそんなに悪くないよ。うん、悪くない。うん、うん、はい、30万40万ぐらいのなんだけど、うん、本人は、うん、ホンダの、うん、まあ、あの新車が欲しいんだって。 N ボックス来た。で、180万だったから、いやー、するね、今軽って高いからね、うん、勝手にして買えよみたいな。ローン組んで、そう、買わそうかなと思って、うん、でも、ね、私たちの頃はさ、その軽よりも 1300cc ぐらいの中古車をだいたい買いましたよ ね。今のさ、高校卒業した皆さんとかってやっぱり聞くと新車を買う率高くなってますね。新車はいいもんな、長く持つもんね。まあ、確かに長く持つんですけど。俺は新車だったよ。あ、ちなみに。やだ、なんだ、私は中古でしたよ。でもさ、いや、昔と今違う。今200万ぐらいするんだぜ。しますね、 M-BOX なんかいろんなのつけて、オプションつけてね。びっくりよ。うーん、だったら俺アメ車買おうやって思ってよ。出た、得意の大人の自分の買うやと思って。だから自分の買っていいかって言ったら、うん、何もしゃべらんよ。でもガッちゃんほら、コレクションしてるあのおもちゃたちがあるじゃないですか。はい、たくさんありますからね。あれを売れば1台ぐらいちゃちゃっと買えますよ。いや、売らんでも買えるよや。ちゃちゃっと買うよ。ちゃちゃっと買っちゃうんだ、すごいな。私にも買ってくださいじゃん。何言ってる。まあ、でもね、本当にまあ明日から4月、はい、ね、新生活を迎える方々はちょっとね、また頑張っていただいて、世の中のためになる人になってくださいね。はい、はい、マロさんはその石窯でパン焼いてということで、マロさんパン女だから。パン女なんだ、うん、パンばっかり言ってるんですよ、ね、でもパンいいよね。美味しいね、うん、パンはね、うん、バイバイ。バイバイ。ちっちゃい子供、兄弟じゃない。ああ目の前から歩いてる子供たちいましたけど ね、はい、まあ、そんな感じで今日もお届けしてきました、はい、サンキューファクトリーなんちゃってラジオアット講座、はい、4月からはなんかラインナップ変えますか。変えましょうよ、もう、ね、変えますね、そろそろね。全部雰囲気ガラッて変えてみようかな、ね、しっかりちょっと形を作っちゃいましょうかと、ね、はい、そういうことで今進めております。っ、ね、もっと真面目になろうかな。いや、あれ、ごめん、鼻で笑ってます。これ以上真面目に私できない。だんだんむずがやくなってきましたが。真面目アレルギーみたいな。ね、そ
そんなことはないんですけど ね、まあ、また4月には4月に私たちもちょっとね、はい、番組リニューアルを考えてますので、はい、楽しみにしててください。まあ、2、3週間かかるかな、はいね、それまでもうちょっとかかるんですけど、楽しみにしていていただきたいと思います。ちょっとねお待ちくださいね大人の事情っていうのが、まあ、大人の事情 ね、またあの多分こう喋るメンツもちょこまか変わってくるかもしれないね、はい、まあ全部変えようと思ってます、ね、わわマジで、うん、マジで誰が出てくるんだろう、ちょっとドキドキしてきましたね。マジで私が知ってる人かな。いやいろいろいろんな形で募集アッキーはまあやれ、アッキーはできないか、だから今新しい仕事始めたから ね、でも一緒にラジオやりたい人がいるんであればね、はい、この時間でも大丈夫っていう人がいれば、はい、オーディションぐらいやってもいいですね。あ、いいですよ、給料もあげようかな給料も出るの、私もらってないのに250円1時間250円。そう、あでもそれだったらアイスクリームとジュース買える ね飲めコーヒー飲める、コーヒー飲めるね、はい、あそれもいいかもしれませんね。でもまあじゃあこれもちょっと含めて、はい、そうなんです、まあ、来週あたりからちょっといろいろね話を皆さんにしていけるんじゃないかなと、ね、ちょっともどかしい ね言えないから ねもじもじしてるもじもじしてね、はい、まあ、ありがとうございました、はい、それではまた来週のサンキューファクトリーも楽しみにしててください、はい、お相手は FM 講座そのたんこと千葉なそのこと、はい、ひーがちゃと、はい、ね、この二人ぼっちでございました、はい、また来週ね、バイバイ、バイバイ、にゃーは地域の安全を支える縁の下の力持ち、建築工事や鉄筋加工など、川平鉄工や、うるま市石川。